メグイン TV10 周年企画、メグインレーザーというお店でこのメグインプレートを鉄で作ってもらう。もう正直もうめっちゃ緊張してる。いや、なぜかってこうメグインじゃないですか、メグインレーザーカンパニーじゃないですか。これインターネットで調べようとしたら俺しか出てこないんですよ。そうだ、メグインレーザーまで入れないと出てこないんですよ。なんならちょっと憎まれてる俺が来ちゃったんですよ。でもまあカスタマーだからなんとかなるべみたいな。いやー、もう行こう。ちょっと怖いんですけど。でも一応メグインレーザーって書いてある。いや、でも音してるぞ。うわ、ちょっと迷う。ちょっと裏手行ってみよう。裏手、こっちが裏手ですね。あ、裏手なんもね、なんもね。やっぱ押すしかねえのか、あのボタン。パッ、あー、ピンポン鳴った。ハロー、so my name is Megwin. I'm from Japan. Yeah, so do you know me? Yeah. Yeah, って言われちゃったよ。Oh, only laser. Let me show you our laser machine. Oh! You are from Megwin TV Japan. Yes! Thank you. Yes, yes, yes. Now you can make out this? This cannot. This machine is spoiled. It's what? Did this? Break down. Oh my god. Oh, 壊れてたマシンが。Thank you. Say goodbye, boss. そんなわけで、あっという間だったけど、メグインレーザーの人はみんないい人だったね。お、日本から来たのか日本から来たのかと。いや、いつかマシンが治ってビジネスを再開したらプレート作ってもらってまたここに取りに行きたいですね。いやー、なんか嬉しいっすね。自分の名前のお店が世界にもう一つあるっていうのは。なんかすげえ初めてのことだったかな。 なんかこういうことするの初めてじゃないですか。多分これ以上もうないと思うんですけど、楽しい。Subscribe me!